どうもこんにちは、クリエイターのコタです。今日のテーマはこちら。新型 MacBook Pro 13インチ、ようやく僕の手元にも届きました。今回の新型 Mac シリーズで注目なのは、なんといっても M1 チップが採用されたことですよね。Apple が長年採用してきたインテルチップを捨てて、独自自社開発の M1 チップを採用したことで大きな話題となっています。実際のところそのパフォーマンスはどうなのか、僕もすごく気になっています。ネットで一足早く新型 Mac が手元に届いた方の感想なんかを見ていると、評価めちゃくちゃ高いですよね。まあ、これは期待以上だとか、 Apple は Mac に一体どんな魔法をかけたんだとか、まあ、至るところで高評価を目にします。すごいですよね。僕ももう使うのがもうめちゃくちゃ楽しみです。こんな小さなボディに今までのノートパソコンの常識を超える性能が詰まっているというから驚きですよね。今回僕が買ったこの MacBook Pro 13インチの仕様はこんな感じになっています。メモリは 16GB のユニファイドメモリ、ストレージは真ん中の 1TB の SSD をチョイスしました。今までの感覚でこのスペックを見ていると、 16GB のメモリとかちょっと少ない気がしちゃうし、何がすごいのかいまいち分かりづらいですよね。まあ、具体的にどこが進化したのか、なぜ僕が新型 MacBook Pro 13インチを買ったのか、クリエイター目線で詳しく語っていきたいと思います。まずはじめに、なぜ僕が新型 MacBook Pro 13インチを買ったのか。それはどこへでも持ち運びやすく、デザイン作業が快適に行えるマシンだと思ったからです。今まで僕は MacBook Pro の画面が一番大きいモデルをメインマシンとして、だいたい 3,4 年周期で買い替えてきました。本来であれば MacBook Pro 16インチを買うのが自然な流れなんでしょうけど、今回はパスして性能が多少落ちたとしてもコンパクトなマシンが欲しいと思ったんです。まあ、きっかけは2つあります。まあ、1つは iPad でサイドカー機能が使えるようになったことです。サイドカー機能とは何か知らない方のために簡単に説明すると、 iPad をサブディスプレイとして使う機能です。Mac の環境設定からこんな感じで簡単に iPad をサブディスプレイとして使うことが可能です。この機能を使えば、例えば打ち合わせの時などとても重宝します。 Mac の画面は自分用に、 iPad の画面は相手用に、同じ画面を共有しながらスムーズに打ち合わせを進めることができちゃいます。また出先でちょっと集中して効率的に作業したいなって時もとっても便利です。ディスプレイ設定のミラーリングのチェックボックスを外せば、拡張ディスプレイとして機能します。 iPad Pro 12.9 インチを使った場合の最大画面領域は 1680px×1050px と 1366px×1024px のディスプレイとして、どこでも快適に作業が行えます。 Apple Pencil までちゃんと使えますよ。このことがきっかけで画面の大きいノートパソコンはもういらないかなと思うようになったんです。まあ、筐体が小さければ作業をがっつりしたいときは大画面 4K ディスプレイにつないで、外で画面領域が欲しいときは iPad につないで、コンパクトに外出したいときは単体で、用途に応じてより快適に使い分けることが可能です。しかも新しい MacBook Pro 13インチのバッテリーは最大20時間駆動と飛躍的に電力消費が改善されています。もしかすると電源タップすら持っていかなくてもいいかもしれませんね。まあ、それだけでもかなり便利です。2つ目の理由、それはサブマシーンにゲーミングデスクトップを買ったことです。僕が普段クリエイティブワークで使うアプリケーションはだいたいこんな感じなんですけど、より処理能力の問われる、例えばアフターエフェクトやプレミアプロなどを使っての 4K 動画編集やシネマ 4D を使って 3DCG 制作をするときなどは、このサブマシーンのゲーミングデスクトップに任せちゃいます。まあ、2年ほど前に購入して最新のパーツではなくなってきているんですが、 CPU は10コアで GPU も 1080Ti の2枚差しと、まあ、当時としてはかなりハイエンドな構成で買ったんで、今でもサクサク動きます。まあ、スペックが高い方がサブマシンというのも変な話なんですが、まあ、CG や動画はあくまで僕の趣味に近くて、本業のデザイン・クリエイティブ業務の約9割はこれまでも MacBook Pro だけで完結してきました。まあ、だから今回 4K 動画編集とかは最悪できなくてもいいかなと、まあ、多少割り切っていたところもあったんですよね。まあ、でもなんとこの M1 チップ搭載の MacBook Pro 13インチは 4K 動画編集もバリバリできちゃうらしいんですよね。まあ、これはちょっと嬉しい誤算です。
まあ、本当ここまで評判がいいといろいろと期待しちゃいますよね。まあ、ここからはこの新型 MacBook Pro 13インチが具体的にどう進化したのか、まあ、なぜこんなに高く評価されているのかについて、 MacBook Pro 13インチのここがすごいと題して6つのポイントに絞って解説していきたいと思います。まずは1つ目、 M1 チップの処理性能がすごい。まず注目すべきポイントはここですよね。まあ、今回発売された M1 チップ搭載の Mac シリーズ、処理能力がめちゃくちゃすごいんです。まあ、どれぐらいすごいのか、この MacBook Pro シリーズには最上位モデルとしてインテルチップ搭載の MacBook Pro 16インチというモデルがあります。この M1 チップ搭載 MacBook Pro 13インチと比べると大きさもさることながら値段も10万円ほどの開きがあります。まあ、当然この価格差ですから、まあ、性能もさぞ違いがあるんだろうと思いますよね。まあ、実際旧モデルのインテルチップ搭載の MacBook Pro 13インチと比較した場合、大きな性能差がありました。まあ、しかし今回購入したこちらの M1 チップ搭載 MacBook Pro 13インチと最上位モデルのインテルチップ搭載の MacBook Pro 16インチを処理能力を計測するベンチマークソフトで比較した場合、なんと数値上は同等レベルというから驚きです。まあ、それどころか今回同時に発表されたこの MacBook Pro 13インチよりさらに安くて薄くて軽い MacBook Air と同じく最上位モデルのインテルチップ搭載 MacBook Pro 16インチを比べても、ベンチマークソフト上は同等レベルの処理能力というからさらに驚きです。まあ、全部が大体同じって、まあ、ちょっとよく分かんないことになってきています。Apple は今後どう製品を差別化していくのかについてもちょっと気になるところですよね。これは僕が勝手に推測していることなんですが、まだ M1 Mac に最適化されてないアプリがほとんどなので、エミュレーター上を動かすアプリは一旦処理性能を一律頭打ちにしてるんじゃないかなと勝手に思ってるんですけど、まあ、実際のところは分かりません。まあ、MacBook Air ではなくて今回 MacBook Pro 13インチを買った身としては、まあ、ちょっとそう思いたいところもあります。実際に M1 MacBook とMacBook Pro 16インチを使い比べた方の感想を見てみても、同等レベルで遜色なくサクサク動いているというコメントが見受けられますね。まだこのベンチマークソフト自体が M1 Mac に正式対応できているかどうかは疑問に思うところもあるので、まあ完全に鵜呑みにするのも良くないとは思うんですが、でもこの数値はかなり期待が持てますよね。まあ、僕は最初この MacBook Pro 13インチのスペック表を見た時、値段も安くなってるしメモリの搭載容量なんかも少なくなってるので、てっきりコンセプトモデルに近い位置づけの製品なのかなと思っていました。まあ、それがびっくりです、この性能です。まあ、こうなってくるとカタログスペックを見ただけでは本当のマシン性能が読み解けない時代に突入しているのかもしれませんね。まあ、そしてすごいのはこれだけじゃないんですよ。バッテリーの持ちがすごい。新型 MacBook Pro 13インチは M1 チップを採用したことで電力消費が大幅に改善されました。まあ、最大20時間駆動とバッテリーの持ち時間が約2倍に伸びています。まあ、これはあくまで最大値なので作業内容や使うアプリによっても変わってくるとは思うんですけど、まあ、それでも20時間駆動という数値はかなり嬉しいです。一般的な方の勤務時間9時間くらいは充電なしで十分に賄えそうですよね。今までのモデルは本気で作業していると、まあ、3、4時間くらいしか持たない印象でした。まあ、これは実際に僕も使ってみていろいろ検証していきたいなと思っています。まあ、そして3つ目のすごいところ、iPhone、iPad アプリが Mac で使えるのがすごい。処理能力面以外で M1 Mac を使うことのもう一つの大きなメリット、それは iPhone、iPad アプリが Mac 上で使えるようになるということです。リリースされたばかりなのでまだ対応アプリは少ないんですが、時間の問題で多くのアプリが対応してくるのではないかと僕は期待しています。 iPhone、iPad アプリが Mac で使えると一体どんないいことがあるのか。一つはMac の高い処理性能の恩恵を受けながらデバイスを超えて作業を継続できるということです。例えば動画編集を例にすると iPhone で撮影した動画を移動中などに iPad で編集して腰を据えて作業できるときは編集の続きを処理能力の高い Mac を使って行う、まあ、そんなことができちゃうようになっちゃいます。 iPhone、iPad、Mac と共通で同じアプリや同じファイルが扱えると生産効率が格段に上がる可能性があります。また画像加工系アプリのようなジャンルでは
PC アプリよりも iPhone、iPad アプリの方が操作が簡単だし、アプリのバリエーションも豊富ですよね。まあ、僕も仕事で最近効率を重視して画像加工には iPhone、iPad アプリを使うことが増えてきました。まあ、有名どころだとビスコとか、他にもエフェクト系やフレーム系のアプリが Mac で気軽に使えるようになると便利で楽しいですよね。まあ、Instagram とかメルカリのように主戦場がスマホ限定のアプリも多く存在しているので、まあ、それが垣根なく Mac から操作できるようになると嬉しいですよね。そして4つ目、SSD の転送速度がすごい。新しい Mac は SSD の速度が速くなっているようなんです。 M1Mac の処理性能がすごいのはこのことも影響してるんじゃないかなと個人的に思っています。パソコンのハードディスクを SSD に改装した時って速さの違いに驚きましたよね。 4K 動画が主流になって扱うファイル容量も大きくなっているので、こういう進化は地味ですけど嬉しいですよね。まあ、時間の効率化という面では一番恩恵が大きい進化かもしれませんね。そして5つ目、カメラとマイクがすごい。 MacBook Pro 13インチはカメラとマイクも進化しています。カメラは M1 チップを採用したことでニューラルエンジンを使ってソフトウェア処理が向上し、撮影環境の悪いシーンでもノイズの少ない自然な絵を生成してくれるようになりました。そしてマイクはスタジオ品質でプロが使うマイクロフォンに匹敵する性能を持っています。まあ、最近は本当に対面での打ち合わせよりもオンラインでの打ち合わせの方が僕なんかも多くなっているので、まあ、地味ですけど、まあ、こういう進化は本当に嬉しいですよね。まあ、自分がというよりまず相手が助かります。カメラはまだいいんですけど、オンラインだとマイクの聞き取りやすさ特に重要ですよね。まあ、頼むからちゃんとしたマイク買ってくれないかなって打ち合わせ相手結構いますよね。まあ、こうした手軽で高品質な環境が整ったら日本の生産性もっと上がるんじゃないかなと期待しています。6つ目、アップルの用意周到さがすごい。まあ、こういう内部システムを刷新したデバイスって、まあ、コンセプトばかりが先行して不具合が多いとか、まあ、使えるアプリが少ないとか問題をいろいろ抱えていること多いと思うんですけど、まあ、そういったことが今回本当に少ないです。まあ、インテル時代のアプリはほぼほぼ動くどころかよりパフォーマンスが出ている状況なので、まあ、これから登場してくるであろう M1 チップに正式対応したアプリは本当に期待が持てますよね。M1 チップ Mac が登場したことで近年やや停滞気味だったコンピューターの歴史が一気に進んだ気がします。 iMac とか Mac Pro とか、まあ、これから出てくるであろう上位モデルはどこまで進化しちゃうのか今後楽しみですよね。まあ、これからがっつり M1 MacBook Pro 13インチを使っていこうと思うので、気づいたことや見つけたアプリとかね、また動画にしたいと思います。まあ、このチャンネルではデザインやクリエイティブに関すること、テクノロジーやガジェットなどについて発信していきたいと思っています。いいね評価、バッド評価、どちらでも構わないので下のボタンで評価いただけると嬉しいです。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。